伊達治村記録とは、一般的には、伊達家で編纂された仙台藩の聖史で、藩祖、伊達正宗の父である、伊達明州から十三代藩主、伊達義国に至るまでの記録を総称。江戸時代に、仙台藩伊達家四代目、当主、伊達津村によって開始され、津村没後も、断続的に事業が継続され、明治時代に完成。原本は、 伊達家文書の一部として1951年に仙台市に寄贈され、現在は仙台市博物館に所蔵されている。また、写本が宮城県図書館に所蔵されている。1985年に仙台市指定文化財に指定された。伊達家の聖書編纂事業は四大藩主、伊達つなの時代から始められ、まず1686年に田辺臨県に命じて、 半祖、伊達政宗の年譜である、定山光年譜が編纂され、ついで神代からの伊達家の出自を明らかにする目的で、伊達出自四次公九巻及び始祖と宗から、春宗までの政党を記す、伊達政党四次公十巻が編纂された。これを受けて、田辺望見県、湯ざ木祭を、責任者として1702年から、仙台藩政立前史にあたる輝き州以降の、 地下記録の編纂が行われた。8代から12代にかけては相次ぐ藩主の創生により短期間の反省となったこと、また、連年の基金により経済的余裕が失われたこともあって、江戸時代には、ただ工事や記録を最後に編纂が行われなくなり、編纂の完成は1876年をまたねばならなかった。生産工事や記録、さだ工事や 記録、儀山孝二や記録は四代藩主、伊達津村の知性の晩年である1703年に完成。ついで五代藩主伊達吉村の知性に入ると、小山孝二や記録が編纂された。高山孝二や記録以降は、それまで用いられてきた伊達家伝来の古文書、記録や家臣、自社の所蔵文書、記録から、 1675年に設置された記録書の日録を中心に編纂されるようになった。また、記述方法についても、獅子山工事や記録以降は、引用資料の全文を掲載するなど、交山工事や記録記録全書の方針が継承されるように変化したことが特筆される。ありがとうございます。